どうも、お疲れ様です。コイムーです。よいしょ。こんばんは。ちょっとね、晩食タイムでございますね、今日は。この間のね、雑談飲酒動画の時に、ポップコーンパーティー、あんなに私の動画のコメント欄にポップコーンパーティーが溢れると思いもしませんでした。皆さんありがとうございます。本当ありがとうございます。いや正直嬉しかったですね。あんな結構あんなにね熱心に最後まで見てくれてる人がいるんですね。よかったよかった、ありがとう。で、ね、今日は、早速飲みたいと思います。今日これこちらですね。鹿児島県のお酒でございます。薩摩キリノ、うん、磯のキリノ、磯のキリコは関係ないけども、なんかでっていうかこれ芋焼酎ですね、うん、普段私はまあ前も言いましたけど焼酎芋焼酎は黒霧島っていうね、まあ安めの芋焼酎なんですけども、ちょいっと贅沢パターンはこっちです。はい。って言ってもまあ買ってリピートしてるわけじゃないんでね、まだ買って結構経ちますけどまだこれぐらいしか飲んでないんですけども、今日はロックのちょい水出しという飲み方で飲みたいと思います。これ分かります？ちょっと珍しいんですよこれ、ほら。まあいいか、早速いきます。で、これ今ロックの状態ですけど、これちょっとだけ水を入れます。ちょっとだけ、めっちゃこぼしたし、まあかなり濃いめの水割りぐらいの感じかなね。こんな感じです。じゃあいただきます。乾杯。うん、いいっすね。この涼しくなってきてね、まあちょっと寒めになってきた今日この頃ではございますけれども、やっぱりね、そういう、まあ、冬場とかね、冬はねやっぱりこう度数の高いものを私は飲みます。そろそろウイスキーの方がいきますよ、うん、ウイスキー私ものすごい本数持ってるんですよ。ちょっとあっちの部屋にあるんですけど、かなりですよ、ブワーってあるんですけどね、それをまあちょっとずつ紹介していきますね。っていうのもね、ウイスキーはね、私はねもともとストレートで飲むんですよ、うん、もしくはロック、まあ物によっては銘柄によってはこれは水割りとかねっていうのはあるんですけども、基本的にはストレートかロックなんですよ。そうするとねやっぱり夏場はねそのこれ暑くなるんで、この辺が暑くなるんでね、なんていうんですかね、やっぱりこうスカッとしたものを飲みたいじゃないですか夏場はね、うん、なので冬になるとウイスキーとかこういう芋じょうちゃんとかね、芋のお嬢ちゃんとかがね恋しくなるんですね、うん、どうですか、私ね、まあ10代の時とかね、こんなことになるとは思いませんでしたよ自分が。これ一升瓶をこう片手にねこうなんてね未成年の方も多くいらし見てらっしゃると思いますけども、あなたも将来こういうふうになるかもしれません、うん、でもお酒はねこれなんていうんですかね、
うまく付き合えばね、本当にいい趣味というかいい楽しみになりますんでね。ただうまく付き合わないとちょっと厄介なことになりますよ、お酒は。私もね、階段から転げ落ちて、大出血したりね、あの道路の交差点のど真ん中でこうバーって寝たりね、これリアルな話ね、ありますから。あと、なんていうんですか、道路のこのか、なんていうの、木というか、なんかあるじゃないですか、この花みたいな、そこでなんかこの後埋もれて、ね、寝てたとかね、若い時はよくありましたよ。最近になってね、そういうことはさすがにない。昔はね、あのお酒が美味しいと思って飲むよりはこう楽しいと、こう酔っ払いたいと、いう欲求で飲んでた時期がある。いや、もう今見てるあなたもそうかもしれませんけどね、そうじゃなくて今は美味しくて本当に飲んでる感じですね、昔あのビールなんて全然好きじゃなかったですし、まあ不思議なもんで味覚はやっぱり変わるんですよね、味覚変わりますよ。昔そうですね、食べれなかったものって言ったら、刺身とか、海鮮ものっていうんですか、ああいうのも全然ダメだったんですよ。回転寿司行っても卵しか食わねえでやんのこいつみたいな人でしたから、それが今となってね、やっぱり刺身とか美味しいもんね。今日はね、まあまあそんなに長くはないよ今日は、普通の、特に今日はつまみもないし、ちょっともう深夜なんで、ね、あんまり食べるとあれなんで。ちょっとね、アングルがいいでしょ、安定してるでしょ、今日は全部頭からこう映ってるし、それでいてこの飲むものとこういうのもね、ちゃんと映ってるってね、これ邪魔ですね、これボーンつってボーンって言っておりますけども、いいですね。やっとこの、なんていうんですかね、今になってこの自分のこの映すスタイルというか、この感じ、決まってきた感はありますね。あ、それでね、ちょっとゲームの、ゲーム実況のお話になりますけれども、あのゲーム実況をするときに、この間あげたゴーストなんかはそうなんですが、この今撮ってるカメラ、これで、横から映しながらゲームをして、マイクで、こっちのマイクで録音して、こっちと合成して編集してアップするっていう風な、作業をやらせていただいてるんですけども、ちょっとね、とある大きな欠点がこのカメラ、残念ながらございます。あの前にもお話しましたけれども、このカメラはですね、大体10分ぐらいになりますと、今何分、今あもうそろそろなるかもしれませんけども、熱暴走というのを起こしてですね、カメラが自動的にシャットダウンしてしまうんですね。なのでね、例えばドミネーションとかね、気づかないようにやってますけども、実は途中で止まってるのをつなぎ直したりって、いろんなねことをやってるんですよ。なのでちょっと長いこの動画に向いてないっていうのがありましてね。なのでちょっと、10月23日、これアップロードしてる日はもうそのあたりになってるかも分かりませんけれども、サイコブレイクという新しいゲームが、発売されます。で PS3 版を予約して実況しようという予定になっております。でちょっとまあフレンドで、ので実況者のゴーマーさんという方がね、ちょっと実況できる、やってもいいのかっていうのをわざわざ調べてくれましたよ、私のためにありがとうございますね。それで、そのサイコブレイクの会社が言うにはね、ムービーをカットしていただければ、もしくはあとはちょっと18禁のグロい、コンテンツがあるんですけど、そこ以外だったらプレイ動画としてアップするのは OK ですよっていう許可が出ましたので、なので、あ、許可が出たというか、そういうふうに調べてくれましたので、なので、それをやろうと思ってて、このカメラでできればやりたいんですが、このカメラがね一番綺麗なんですよ、画質が。で私もう一台ビデオカメラ持ってるんですけど、ビクターのやつ、そっちで多分やることになると思いますね。これだとどうしてもああいう長い、どうしても長めになる動画のね、実況には向いてないので、でこれはねもうゲーム実況ではちょっと
使わない可能性は高いですね。もう一個のそのビクターの方がもし画質が良ければ、うん、ある程度、まあ、自分の許容範囲の画質が出せればね、うん、初めてやった、顔出しこのワイプ付きのね、実況でやったのはウェブカメラなんですよ。だからめちゃくちゃ画像が荒くて、うん、で視聴者さんもやっぱり気づいた方もいらっしゃいましてね、いつもより画質が悪いですねということで、コメントいただいた方もいたんですけども、うん、まあ、そういうのもあって、できるだけねこうそのなんていうかね、こう クオリティというかね、綺麗に見てほしいんでね、どうせだったらと思ってこれでやりたいんですけど、ちょっと難しいかな。うん、長い動画になるやつはちょっと難しい。で、芋焼酎の話をしろということですよね。うん、いや、これと出会ったいきさつをじゃあお話しましょう。近くにある、酒屋さん、結構大きい専門店みたいな、うん、お酒しか売ってない、その本当に酒屋さんっていうところがある近所にあるんですけど、そこに、ソムリエのおばちゃんがいるんですよ。で、私結構お酒好きで通ってたので、ワインセラーとか持ってって、その20本ぐらい常にワインを在庫してた時期もあったので、その時期に結構通ってたお店があってね、そこのおばちゃんに「芋焼酎美味しいのはありますか?」っつって「なんかちょっと珍しいやつあんのおばちゃん」っつって言ったら「これ飲んでみたらええわあんた」って言われて「うん、あほんまあ、ほんならちょっと飲んでみようか」って買ってみたんですけども、うん、なかなか美味しい。ね、なんていうかな、ちょっとね独特なパンチが結構効いてます。うん、スルッと飲みやすいっていう方ではない。なので、私泡盛とかも好きなので、癖の強いもの大好きですから、私には結構お気に入りの一本ですね。うん、でもなかなかあんまり売ってないみたいなんですね、薩摩切りの。うん、これどこのやつかな、ちょっとすみません、漢字がやめません、諦めます。まあまあ、これで検索すればすぐ出ますから。まあ、もし、あ、でもないね、これ多分楽天とかにもアマゾンとかにも多分売ってないですわ。うん、一応調べますけど、もし調べて売ってたらリンク貼っときますけども、まあ大きい酒屋に行けばひょっとしたら置いてるかもしれません。うん、美味しい。なんかね、芋焼酎のいいとこはね、何ですかね、こう、まあ、ウイスキーだったら、まあ、もちろん銘柄によるんですが、どうしてもね、こう、まあ、度数の違いはこそありますけどね、なんかこう、なんていうかな、すごい表現が難しいんですけどね、ウイスキーっていうのは、まあそうですね、こう、スプーン、ティースプーンあるじゃないですか、ティースプーンに1杯ぐらいをキュッとこう喉にキュッ入れて、こうこの後からグフワーっていうのを楽しむね。それに対してこれはもうちょっとね、こう舌の方でも味わえると、芋焼酎の方はね、うん、いうような、まあ感じがありますかね。うん、味わう部分が違うというかね、うん、これ自分の中でだけの表現なんですけど、ウイスキーはね、舌あるじゃないですか、舌ベロですね、舌で味わうものなんですけれども、舌のかなりこう喉に近い部分で味わうのがウイスキーなんですよね、自分の中では。でそれに対してこの芋焼酎さんはその大体中間ぐらい、ビールがもうちょっと先の方、ちょっとダメですね、こう自分の中のなんか感覚なんでものすごい伝わりづらいですね、やめます。うん、ちょっとなんかいろいろ喋りましたけれども、早くももう15分ぐらいになってますんで、この辺でおさらばしたいと思います。いやー、美味しかった。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。ひー スローじゃないんですよ。
騙されたでしょ。Say ya!